マコナコです。今現在このような状況になってます。ほとんどの勢力が敵対関係。この状況、今劉備と孫権、そこの両方に攻められようかというところ、これをどうにかしていくためにこのままやっていきたいと思います。今現在はこの南西の方、蜀のあたりの劉備全部追っ払ってからかなというね。孫権は当面来ないと思うので、そのあたりは無視していいとか言おうと思ったけど、ちょっとここに見えるね、孫権の武将が。これをどうするか、とりあえずやっていきましょう。一旦別方向戻そうと思ったけど、この辺りの居所とかは、この周辺の制圧に向かいましょう。これは新たに部隊を建てたくてももうお金がないんでね。なので早く倒さないとダメなんだけど、この芝居も即座に馬長を狙えるかというとそうでもないので、ここら辺また取られる可能性もある。この辺りの部隊を上の方向けときましょう、対馬長戦の対応のために。これぐらいかな、もうできること。部隊数が限られるんで、多分上の方取られる可能性も出てきたとか言っていても始まらないので、進めていきましょう。さて、月が変わってお金がさらに厳しくなっている。今劉備が師匠に対して宣戦布告やったので、その辺りでうまく働けばいいんだけど、さらに上げるとお金の面は問題なくなるんだけど、今度は民衆が厳しくなりそう。なんでここまで一気に下がってんだろうな。ああ、そっかそっか、倒されてたからか。あれ、ああ、そっかそっか、危ない危ない。今はこの状況にして外交で何とかしのぎましょう。ここで師匠とは連合を結ぼうかと思います。少しだけお金もらいましょうと思ったけど無理。とりあえず連合結んでおいて、対劉備に対しての備えとします。あとはその師匠に対してお金か、お金を得られるようにしないと。お金は持っている、だが兵糧は向こうはない。これならばかなり期待できるんじゃないかな。ではある程度お金融通してもらいましたので、これでなんとかなると思いたい。あとはとっとと攻め込めば制圧によるお金も得られると思うので、これまだこのターンでは無理か。呂布もなんとか急いで前の方に。あとは今上の方が見えなくなったんだよね、公孫さんのところ。馬長が即座に来ないんであれば、芝居はこっち側行くという手もあるんで、劉備の拠点を奪っていく。さて今ここに劉備がいるんだよね。これうまく戦えたらいいんだけど、ここ戦おうとするとここの部隊が来てしまうか。いよいよ呂布がレベル10まで行ったので、呂布移動速度アップようやく覚えることができました。これでもう移動面ではかなり楽ができるんじゃないかなと思うんだけど、さてさてどうなるか。まずは巨長でこれ倒しましょう。うん、逃れずに戦ってくれた。あれでも負ける、これで。敵陛下がすごく強いものばかりというのもあるけど、まあ2倍ぐらいになってるから負けるわな。じゃあこれ呂布行かせると今度は逃げると思うんだよね。そうなると劉備と戦わせるかも、即座に。これだもんな。この顔見てね、あんまり即座に行きたいとは思わないんでね。一人足らないんでね、我々の方はピースが。芝居を連れてこれればよかったけど、それでも勝てそうだな。というかまあ外でやれば勝てるんだけど、これは中でやらないでね。劉備、関羽、張飛がいて呂布がいたら、もうやることはただ一つみたいな感じで。じゃあやっていきましょう。では行きましょうか。投石でどこまでダメージ与えられるかにかかってる。張飛は隠れてんのか、これは。顔がダブってるのか。いるねー、張飛関羽。
さて、どうなることやら。弓である程度ダメージ与えられればいいんだけど。I feel you are not fighting your hardest. Well, I would hate to embarrass you, friend. Protectors of heaven! オーメンは投石で頑張ってもらって。もうちょっと敵がね、ゆっくり来てくれればいいなとかね、考えちゃいますけどね。投石手前側優先に、もう兵数減らすことを最優先にしましょう。最低でも2部隊を追い返せばね、投石機持ってきた意味はあるので、こっちも2部隊使ってもらう。Rather a coward than a black-hearted dog. 一部隊追い込んだ。これは勝利よと。カンウとリュービア、カンウと呂布は来ましょう。勝利の方はやめときましょう。来ましたね、ついにこの戦いが。この武将、この武将持ってってなんとか敵の防御力下げる技使わせたいけど。大丈夫か、こんな文官系をまっすぐ持ってって。なんとかカーンに引っかかってほしい。カーンに引っかかった、逃げましょう。あ、張飛が迫ってくる。これかなり呂布が一気にダメージ与えたかのような。よし、早くも行った。呂布と張飛行ってくれ。できればよくよ、張飛とは、これなんかコントロールできないになってるな、アウトコントロール。何か状況あったのか、これは。ここら辺、後ろ側敵来てる。いや、違うんで、そっちじゃないんだよ。後ろ側敵が来てしまっている。呂布よ、いけるね。張飛と呂布、でも呂布の耐久がもう低かった。これどうなるか、技を使って一気に持ってけるかどうか。一方、張飛はできることが限られている。劉備狙いたい気もするけど、劉備も強いんだよね、なんだかんだでね。ダメか。呂布も厳しい。呂布は張飛に敗れた。仕方がない、これは。あとはこの文官倒されないように、なんか張飛ががっつりと前入ってきてる。ここら辺の僧兵をなんとか当てたい。リュービー耐久は減ってってるから大丈夫だと思いたいけど。これ投石が変な動きしてるな。舞台追っちゃってるんだね。リュービー倒したか、これは。リュービーいなくなってるとなると、あとこの舞台全部で張飛狙った方がいいかもしれない。あとこの武将技使えるようになったら、張飛も範囲に入れて技使いましょう。入った。これで張飛の防御力下がったはず。こっちが鬱陶しいね。鬱陶しいけどもうどうにもできない。張飛倒した。劉備、関羽、張飛を倒し、だが呂布は倒され、これは馬の部隊は張飛弱せましょう。あと他の部隊はある程度旧兵も動かして、よし倒しきった。
あとは調理を倒されないようにするだけ。勝利を下げましょう。これでこっち側後ろから突っ込ませれば、どうだ、回想しないか。2部隊回想、向こう側もなんとか抑えられているように見える。これ勝ったのは大きいぞ。そして初段まで持っていけるかどうかの問題が出てきた。一人でもかけさせればね、あとは芋づる式にいなくなってくれるでしょう。これで終わるかな、まだかな。旧兵倒して、終わり。いやー、リオフが最初にカンを倒したのが大きかったと思います。さて、リュウビを突っついて、うわ、でも全員生き延びてるのか。これはなかなか険しいね。一人でも行ってくれればよかったけど、捕まえてないかな。捕まえてた。今度肉肉しい笑顔をしやがってからに、曹操に対して余計なこと言ったからね、呂布は切られることになったので、今回は心置きなく劉備の首を切って曹操に送りましょう。張飛も今回敗北をさせられたので、これも初段。関羽だけが生き延びたね。まだいるね、多分これ。いやー、あれ、劉備切らなかった。これ追いかけましょう。こっちもそっかそっか、呂布倒れた扱いになってるか。で、関羽は一旦経過するとまた出てくる可能性がある。これ劉備倒したよね。墓に入ってないのかな。初段したつもりだったけど、これノーノーと出てきてるんだけど。劉備墓マークあるよねこれね。どういうこっちゃ。これはここは関羽はこれまだ来ないよ。あ、関羽来るのか。こっち呂布が今いないから逃れないとダメ。今度ここは拠点じゃないな、別のところ。これやってきたけどあっさり勝てそう。これ誰だろうな、武将。なんかかっこいいというか。ではまず関羽の後始末しましょうか。これはもう、あ、これじゃないな、こっち側か。トップを呂布にして、でも届かないんだよねこれだと。となると巨長で行かせるか。巨長も届かない。これとっとと倒すか、こっち側。倒せないになってるね。なんでだろうな。そもそも届いてなかった。これ行きましょう。カーンはもうこっちの領内にいるから多分回復はできないと思うので、放っといてもいいかもしれない。For China. This land is busy with life.And all its complications. とはいえ本当に放っとけるかというとそんなわけもないので、雇いたいんだけど、今別の場所も攻められてるんで、そっち側で兵隊出したいんでね、武将出したいんで、ここで武将を立ち上げます。ではここ関羽が立ちこもってるこの場所行きましょう。あれ、これ負けそうか。いや、だが、一旦包囲して敵やってくるのを待ちましょうか。カーンが出てくるのをね。ここでカーンを倒して、これは遮断できるかな。捕まえてくれればいいんだけど。捕まえた。これで劉備、関羽、張飛は呂布によって遮断されたことになります。雇えれば面白かったんだけどね。Leave
man thirsting for vengeance. ではいくつか取ってまた劉備とはこうはしようかと思います。ちょっと劉備はなんとか倒しているものの、公孫さんの馬長が猛威を振るっていたり、花公園がね、劉備の元の花公園が強かったりするんで、ちょっとこのまま行くのは厳しいかなということで、この方向は一服かな。もう一つ二つ拠点取りたいような気がするけど、それやってしまうと逆にこっちが拠点取られそうなんでね。今一つここ取られて、もう一回ぐらいは、もう一旦ぐらいなんとかなるかもしれない。でここ食材にも囲ってきてるんで、これはなんとか勝てそう。馬長がね、もうこの辺り引っかき回してたから、さすがに捕まえられないかな。捕まえられなかったか。Run back to your masters. ここで馬長でも追い払えたんだれば、もう少し戦っても面白いかもしれない。これ上の方向けましょう。上も公孫さんいくつか取った後に終わらせるというのも一つの手なんで。Trust instinct. Attack! 問題がこの花公園とかの舞台なんだけれども、これ一旦で即座に取り付けるような場所はないと思うので、少しだけでも置いといても大丈夫。となると、巨長か、巨長を南側に向ける。次のターンはなんとかたどり着きそう。だけど勝てるかどうかは別問題になるんだよね。ここで向こう側から言ってきたけど、もう一旦待ちたいので、2000を毎ターンくれるという話になってた。これはこれで欲しかったけど、今現在このような状況になってます。もう劉備はいつでも講和結んでも良いんですが、もう少し痛みつけてから、特に劉備にくっついてくる公孫さんとかはね、さらに痛みつけて疲弊させていきたい。あとはもう孫権と戦っていくのみ。この最後が本当遠いからどうしたものかと思うんだけれども、引き続きやっていきたいと思いますので、この続き興味ありましたらまた次回以降ご覧ください。ではでは。